よし、オッケー、よろしく、あ、よろしく、よろしく。真壁刀義、44歳、今年でプロレスデビュー20周年。今やその知名度は新日本プロレス一番と言っても過言ではない。だが真壁のプロレス人生は決して順風満帆なものではなかった。1996年、憧れの新日本プロレスに入門。しかし待っていたのは地獄だよね。地獄。スクワット500終わった後にさ、お前だけダメだからもう一回300回やれって。そうなってくるとさ、たかだか100回体上がんなくなってくるんだ。要するに気持ちがもうこわばっちゃってんだよね。もうちゃんとやっててもよ、ぶん殴られるし蹴られるし。え、なんでかって、やめさせるからだよ。そんな地獄のような練習生時代を耐え抜き、その日は来た。カーンってなってからも頭真っ白だしさ、なんかボディスラムかなんかドロップキック食らった後で、あと逆指でひねられて潰されて、もうギブアップしたとこぐらいしか覚えてないの。2001年、同期の藤田和幸がデビュー4年目で IWGP ヘビー級王者となった。いや、俺にはね、当時ね、まだね、そんな胸に誇れるものがなかった。体力的なものじゃないんだよ、ハートの部分での差があったわけ。その後プエルトリコに海外武者修行。いつか見返してやる、そんな思いを秘めた真壁は帰国後武闘派へと転身した。当時田中と中村がさ、なんか新東宝三十字とか言ってなんかくだらねえやつやったじゃん。でもこれは俺の望んでたプロレスじゃねえと思った。よし、俺こいつら絶対引きずり下ろしやろうと思った。反骨心を胸に戦うと誓った真壁だが、アキレス腱断裂。以後長期欠場を余儀なくされる。すごいね、地獄だよね。俺プロレス嫌になったんだよね。なんだよこれって。そんな真壁に転機が訪れた。2006年ロックアップ興行での出来事が真壁を変えた。なんか乱闘があったんだよね。で俺がさ、あのインディペンデントの選手もいたからさ、ふざけんじゃねえこの野郎って入ってったらさ、金村金太郎がさ俺に対して言ったんだよね、一言。会場が大爆笑になったんだよね。新日本プロレス所属してさ、練習やってさ、自尊心っていうのすごくあったんだよね。でも当時の俺にはさ、呼んでへんよって言われて笑うぐらいの価値しかなかったわけよね。そう思った時にさ、お前が絶対上がれねえ方向から上がって天下取ってやると思ったんだね。誰も言ったことないでしょ、新日本の選手。その答えがデスマッチ。ヒール軍団 GBH を結成。キングコングは己を鎖から解き放ち暴れまくった。そしてついに G1 クライマックス初制覇。本当はよ、おめえらみたいな奴らには死んでも言いたくねえんだよ。サンキューな。さらにデビュー13年目にして待望の IWGP ヘビー級王座初体感。そのでも取った瞬間だよね、全てが変わったよね。おし、俺がこの会社引っ張ってからいけねえんだって自覚に変わるの。これからだ、今から、たった今からだ。新日本のな、大逆襲が始まるからよ。お前ら見てこい。反骨心を胸に戦ってきた真壁はリング上のみならずテレビなどメディアで大活躍。新日本プロレスを世に広め続けている。ライオンですよ、これこそライオンなんですよ。百獣の方が突き落としたやつが這い上がってきたもんだけ認めるって、まさにそれなんだよ。だからチャンスもらいたいよね、
ああそんな色男のスーパースターになったらいいなと思ってたけど、でも今考えるとなんだようるせえな。20周年おめでとうございます。ちょっと待って、ちょっと待って、あの今バカじゃねえのてめえ。これいやっていうかっていうか、違うかさねえ、こけしがなんで来てんの分かんない。頑張りましたね。頑張ったな。お前どっから言ってんの。どの位置から言ってんの。頑張りましたね先生か。お前踏まれても踏まれても立ち上がり続けた雑草は新日本の中心で花を咲かせた。そして今宵記念すべき20周年のリングに立つ。おお、これからはよ、この俺様が本物のプロレスを見せてやる。それだけだ。戦国演武絆プレゼンツ真壁刀義20th anniversary。